J1 川崎は16日、鬼木徹監督が契約満了に伴い今シーズン終了をもって退任することを発表した。現時点で後任は未定という、写真、黄金時代築いた珠玉の実績、天皇杯を制し喜び爆発の鬼木監督ら川崎イレブン。鬼木監督は17年に監督就任1年目でクラブ初となるリーグ優勝。翌年も連覇達成。 その後も20、21年にリーグ優勝を達成するなど、リーグ優勝4回、ルヴァン杯優勝1回、天皇杯優勝2回とタイトルを7つ獲得。今年はリーグ戦で現在10位、11勝10分け11敗と低迷するなど、2年ぶりに国内タイトル無冠に終わっていた。指揮官は、思いとしては長くいたクラブですので、いろんな思いはあるが、 監督を始めた瞬間からいつかクラブを離れるという決意はあった。とし、今年に関しては成績も出ていないし、責任を取れるのは自分しかいない。クラブとしても次の形にという話もあったので、と退任にあたっての心境を明かした。その上で、今朝、選手たちには伝えた。ルヴァンが終わるまではスタッフにも話をしていなかった。集中してほしかったのもあるので、 と説明し、今シーズンのこの成績に関して、選手、スタッフには申し訳ないという話をした、と語った。また、クラブの吉田社長はコメントを発表、以下、全文、本日、当クラブのトップチームを指揮しております鬼木徹監督が、契約満了に伴い今シーズンの終了をもって退任することをお知らせいたしました。鬼木監督は、 1998年に選手として期限付き移籍で加入し、2003年からはキャプテンも務め、チームの J1 昇格に大きく貢献し、活躍されました。現役引退後は2007年からスクールアカデミーコーチを務め、2010年からトップチームコーチ、そして2017年からはトップチームの監督として、 これまで長年にわたりクラブの歴史を築き上げてきたフロンターレファミリーを代表する功労者の一人です。そして、何より2017年のクラブ初タイトルとなる J リーグ優勝を皮切りに、J リーグ制覇4回、J リーグカップ優勝、天皇杯優勝2回と、8シーズンで7つのタイトル獲得を成し遂げたことは、クラブのみならず日本のサッカー界を代表する監督であることを示しています。 鬼木監督の情熱と求心力が選手とクラブの成長に大きく寄与したことは明らかであり、クラブとして最大限の謝意と敬意を表したいと思います。鬼木監督の契約期間が満了する今シーズン終了まで J1 リーグ戦6試合、アクルリーグステージ4試合が残っております。これまで鬼木監督が築き上げてきたフロンターレらしさであるアグレッシブなサッカーと全員が最後まで諦めないプレーで、 勝利を目指してまいります。鬼木監督のもと、選手、スタッフ、チーム関係者全員、そしてファンサポーターの皆様で一丸となり共に戦っていきましょう。引き続きのご支援、ご声援をよろしくお願い申し上げます。